皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ということでね、本当に皆さんね、連日ね、プラキチ再生してくださってありがとうございます。はい、昨日の動画もね、その前もその前も全部伸びてます。はい、まあそんな感じでね、今日はね、何をするのかというと、はい、バスターガンダムですね。はい、実はね、最初にね、シードが始まるってなった時にね、まあその情報が出るじゃないですか。その時にね、一番ね、バスターガンダムがね、好きでした。うん、最初はね、うん、設定見た時はバスターガンダムがかっこいいと思いました。はい、でパイロットは一番ディアッカが出せると思いました。はい、でバスターガンダムね、何がいいってね、武器の設定だよね。知ってるこれ、武器。うん、まあヘビーアームズのバッタモンみたいに見えてるかもしれないけど、ヘビーアームズよりもね、新しいその新機軸というか、うん、まあ簡単に言うとこの武器なんだけど、これはさ、まあ、こうやって、二つ打ちもできんだけど、連結をするとさ、二種類なんだよね。うん。連結してさ、しかも向きを変えることによって、用途が変わるっていう、これなくないままで。いや、武器のコンバチっすよ。うん。普通にこの二個打ちもできれば、連結して、しかも連結した時にさ、向きでさ、性能が変わる武器になるってのも新しくない？これ見た時に俺さ、大河原さん枯渇しないねって思った。大河原さんは枯渇しないよ。天才。天才だと思った。え、まだ、これ2003年にまだこんな武器の設定をぶち込んでくるんだと思って。いや、すっごいね。神様だね。俺からしたら。うん。で、このね、バスターガンダムのキット。うん。1000円ぽっきり、ぼっきり。絶対言うと思ったの。絶対言うと思ったの。絶対言うと思ったからね、これ。1000円ぼっきりですね。1000円で HG が。うん。HGUC がもう、4年目に差し掛かるときにね、1000円ぽっきり。安かったね、この頃ね。うん。てかね、HG のデュエルガンダムどこ行っちゃったんだろうな。実家かな？多分、ねえんだよな、家の部屋に。多分実家にあんだ、どっかにあんな。でも見かけなかったんだよな、この前探したときに。あげちゃったんかな？結構俺ね、ねえなぁと思ってるとね、あげちゃってるってパターンがあるんだよね。うん。あげちゃったかもしんない。うん。いや、あげてはねえか。俺がはっきりとあげたって覚えてるの一個だけ覚えてるんだけど、うん。どっかにあんのかな。なかったら買うしかねえな。ディアッカ。このネタ要因。ネタキャラディアッカ。うん。これね。見た目ナイスガイだけど、中身ドロドロでしたね、最初。うん。性格悪いと思ったけど。途中からいい感じにね、人間臭くなっていきましたね。うん。なんか、イザークの恋女房みたいなね。うん。暴走しがちな、瞬間弱化式のイザークを、ディアッカがちょっと立ち舐めるみたいな感じで、いい感じのコンビでね。うん。ディスティニーでもね、そのコンビは健在でしたね。うん。そう、そんなもんでガナーザクウォーリアを作りたいんですよ、今。うん。ガナーザクウォーリア、俺 HG 買わなかったんだよ、当時。なんで、コレクションシリーズしかねえから、しかもコレクションシリーズも手に入んねえから、当時、適当に作ったやつを今ね、ちょっと、安い加減し直して、ね、作ろうと思ってね。うん、スラッシュザクファンテムの脇に流れたいんですよ、ちょっと、はい。で、1000円だからね、パーツ少ねえよ。武器のね、ガンダムの中でね、こいつだけ1000円なんだよね。うん。思うけど、なんか、こういうやつだってさ、こういうなんかそのヘビーアームズ系ってさ、なんかあれだよね、ヘビーアームズカスタム、うん、なんか、ビームサーベルとかアーミーナイフなかったじゃないですか。取り上げられちゃってたけど。デュナミスがさ、GN ビームソード持ってたじゃん。うん、GN ビームサーベルだっけ、どっちだか忘れてたけど、デュナミスにさえ持ってんじゃん。うん、この俺に剣を使わせるとはーって。言ってたけど、普段使わないんだろうね。こういう、この射撃系の方たちが、パイロット、剣を使うのはダサいとかって思ってるのかな。うん。だから、デュナミスがね、グラハメーカーのね、オーバーフラッグじゃなかった、あれか。あの時まだオーバーじゃなかったんだ。うん。あれ、あの時オーバーだったっけ？あ、オーバーか。あの時オーバーフラッグだったか。うん、オーバーフラッグの群れとさ、交戦した時にさ、懐に入ってきたさ、グラハメに対してさ、ビームサーベル使ってね、
あのセリフかっこいいよね。この俺に剣を使わせるとはすごくない？うん。てなわけで、こういうね、接近戦主体の機体でもね、剣はあった方がいいっすよ。盾はともかく剣はあった方がいいよ。うん。なんで乗っけねえんだよ。うん。別にこれでいいじゃん。このアーマーシュライダーだっけこれ。このアニの剣。うん。これでもいいじゃん。これすら、ね、持たせられる何場所ないの？こんな軽い剣すら持たせられないの？絶対あった方がいい。俺だったモンキーも俺、設計して、まあ、これ盗んだガンダムだったから。うん。強奪したガンダムなんだろうけど、後からつければいいじゃん。アサルトシュラードみたいに追加パーツとしてさ。剣がねえのとか怖えよな。弾切れたら終わりじゃん。お前、弾切れたらどうやって戦うんだよ、お前。これ。ね。まあ、感じの出来なんだけど。いいね。悪くない出来だね。ちょっとだるいけど。ちょっとだけだるいかな。あ、そうでもねえかな。こんなもんか。この当時は。なんか HGUC でおなじみの、パンティおなじみのポリキャップが使われてます。これ ABS っぽいな。ABS 臭がすんぞ、これ。これ ABS だろ。うわ、やだな。少ねえな、ほんとパーツ。これだけだと思うね。少な。これもな、発売日に買って、発売日に個人経営の持ち家で1割引きで買って。20年積んでますね。20年だぜ。20年積んでるよ。腐んねんな、プロモってな。てか、じゃ買うなよって話だよね。こいつらも、この2機も20年積んでたからね。こいつらも。こいつらも20年積んでやっと作ったんだから。まあ、こっちはエントリーグレードだけど。うん。いると思うよ。俺みたいなやつ。当時もののシードのキットを未だに積んでるやついると思うよ。うん。まだこの先5年、10年、さらに積ますやついると思うよ。うん。やっぱ今の目で見ると、やっぱね、今のシャープなバキバキなエッジと比べてやっぱちょっともっさりとしてるけど、まあ、十分かな。うん、レジェンドがさ、この感じの顔じゃん。レジェンドの顔がひどすぎてさ、うわーと思って途中で作るの見せたけど、うん、これはうまくいってる。うん。レジェンドガンダム、なんていうかな、あれ、顔が出せんだよな、あれ。ガイアガンダムのね、コレクションシリーズのガイアガンダムの顔をね、移植しようと思ったけどね、うまくいかなかったんだよね。うん、ままじゃ組む気しねえな、ちょっと顔はなんとかしねえな。かっこいいな。超かっけえんだけど。まあ、剣があれば完璧なんだけどなぁ。これだよ、これ。差し替えで。うん。この二つの武器を差し替えることによって、こうやってコンパチの武器に、うん。できるっていう、うん。超高インパルス。超射程射撃ライフル。うん。対装高三段砲。うん。インパルスって自作のガンダムの名前じゃん、これ。これですよ、これ。これね。この、コンパチ仕様の武器。いいねー。で、意外と性能ありな、パーツ細けえな、これ。結構散ってるね。うん。はい、そんな感じだね。これこそ迷彩に似合いそうだね。うん、でも俺、シード系はね、迷彩とかしない。うん。ちゃんと塗りたい。うん。空張りとして塗りたい。うん。もっと言うと、できればシード系は、シード系ってなんかさ、カラーバリエーションとかやると、なんか許されない風潮あるじゃん。なんかちゃんとこの元の設定色で塗んなきゃダメみたいな風潮あるから。うん。こういうことやって怒られんじゃん。いや、そんなんねえよってさ。うん。ガンプラ G なのにさ。うん。なんで旧 HG のストライクもちゃんと設定通り、シード系は全部設定通り塗るから、基本的に。うん。シードの HG は基本的に設定通りに塗れます。はい。宣言します。はい。そんな感じでね、プラクシーしてあればよし。